この度、今皆様がおっしゃったように、京都平安大使というものを任命していただきまして、大変大きな重圧を今お話を受けたまわっている中で感じておりました。やはりこのコロナ禍というものは、日本国、またさまざまな世界、そしてこの京都の地も大きな影響を受けております。我々歌舞伎も大きな影響を受けております。しかしながら、やはり日本の文化の中心でございます京都、都でございます、この地で平安神宮様、皆様方の力添えの中で、京都の文化、そしてまたさらに多くの人々を集めて盛り上げていこうという、起爆剤の一つになれないかというようなお話、大変荷が重たいなと思いますけれども、私にできることは何なのかということで、まず第一弾でこの旅に、11月この平安神宮様の敷地内で、せがれの勸玄、娘の四代目市川ぼたんとともに、舞踊、奉納舞踊をさせていただき、そしてこのちょうど10月からコロナの感染者数も減り、緊急事態宣言というのも解除されましたので、そこに向けて少しでも多くの方々がその公演に向けても京都に足を運んでいただき、そしてまた京都という日本の中心の文化を世界中の方々に見ていただきたい、その気持ちは京都の皆様と同様、私も全く同感でございますので、そこに対して私が何かできることがあるならば、ぜひお力添えができるであるならばさせていただきたいということで、本日このような大変光栄な京都平安大使というものを授かりまして、この上は先ほどお話でございましたが、1200年という契約をなんかしてという話だったので、代々の13代14代先まで、この平安大使が成田屋として京都様と平安神宮様と、また皆様方と深いご縁がつながることを、まず私は初めの人間として、遂行していければなと思います。本日は本当にありがとうございました。三番荘というものに関しましては、もともとはその歌舞伎というよりもお能というものの中のお狂言方の方々が、三番荘というものを回れていて、そこから歌舞伎に派生しましたり、文学に派生しましたりして、今現在では三番荘といっても、歌舞伎の三番荘やお狂言の三番荘や文学の三番荘、またさまざまな三番荘というものがございます。その中でやはり一番大事なことは、天下太平、五穀豊穣、そのようなことを願いつつ、三番荘というのはこのやはりその大地をもみの段というものでこう踏みしめ、簡単に言うと耕すというんですか、耕してそこにこう種をまいていく、それがこう五穀豊穣であるという日本古来の何て言うんですかね、儀式的な舞踊でございます。それはまずは素踊りで私が務めさせていただくということは、やはりこの新たな一歩を踏み出すという意味では一つふさわしい演目ではないかなと思いました。で、その後の笛のところに関しましては、具体的にお任せしているので、私がコメントすることではないかなというところで、その後の藤娘でございますが、今回その、四代目市川ボタンと申しまして、うちの娘がお正月に新橋演舞場で、藤娘というものをやりました。その部分に、抜き差しってあるんですけども、抜き差しをしたものがございまして、そこの部分を今回は全部入れた中での藤娘を彼女が挑戦するということを、やはりこの歌舞伎というものも文化というものも、一つその継承というものが次の世代に渡していくということが一つ大事でございます。さまざまなことはございますけれど、彼女は女性でございます。しかしながらこの京都という地は、先ほど先輩方もおっしゃっておりましたけれども、京都で歌舞伎が始まったんだと何回かお耳にしたと思うんです。それは確か出雲のお国のお話をされているのかなというのが勝手にお見受けしたんですけども、出雲のお国という方がやはり四条河原のところに銅像があるように、やはり京都の地で、藤娘というものを女性である四代目市川ボタンという人間が踊るということは、一つこの京都のテーマにふさわしいのではないのかなというようなこともございまして、ある意味親としてみれば挑戦でございますけれども、彼女はそれを一生懸命やりたいという意思もございましたので、やはり
この昨今ジェンダー問題ですとか、やはり男女平等でなくてはいけないという、私もそういう思考でございますから、そういう中で歌舞伎俳優であって女性であったとしても、そういう場を作っていくということは、歌舞伎俳優でもなく今の現在に生きる人間としての立場として、そういうことを推進していこうと思っています。その後に橋弁慶というのはですね、皆さんご承知の通り、五条の大橋で、五条橋で、牛若丸ですから、後の宝冠九郎義経と、後の武蔵坊弁慶が出会うことはよく知ってらっしゃいますよね。そこでの出会いのところ、やはり京都でございますから、そこに模写したような踊りをせがれが牛若丸、私がその牛若丸の子分になっていく、武蔵坊弁慶を務めさせていただく、この辺この京都にふさわしい演目ではないのかなと。それで、ご覧いただく前でも後でも五条大橋を見に行っていただいたりしたならば、あ、ここでこういうことがあったのかなっていうようなことを想像できるというのが、やはりこの京都の特権でございますので、そういったことを含めた中での演目の選定とさせていただきました。ありがとうございます。